剣六園熊貝は、バラカ桜属の植物。大島桜を母として生まれた日本原産の幸い品種の里桜群の桜で、父は高根桜。森林総合研究所の DNA 解析により、従来定説とされてきた大山桜起源が否定され、荒川つつみが発祥とされている長州日桜と同じ、クローンであることが確認された。 原木が所在する石川県金沢市にある県独園では熊谷桜の通称でも呼ばれているが品種名として定められている熊谷桜や熊谷とは完全に別種である。江戸時代に大島桜を母として誕生した里桜の一種。県独園熊谷は濃い紅色をしているが、これは意外にも花弁が白色の大島桜の特質を継承していると考えられている。 一般的な大島桜の花びらは白いが、色素のアントシアニンの影響で稀に花びらがわずかに紅色に染まる個体があり、尻際の低温刺激でも紅色が濃くなることがある。通常の大島桜の野生状態では、このように紅色の発露が制御されているが、選抜育種の最中に突然変異が起こって、紅色の個体が生まれ、ここから剣クマ熊貝が誕生したと考えられている。 なお、関山も、同じ家庭で大島桜から誕生したと、考えられている。明治時代に入ると、社会の急速な転換により武家屋敷や神社仏閣、街路の多種の栽培品種の桜が伐採されていき、剣六園熊谷も、消滅の危機にあったが、長州日桜の名で、荒川堤に植樹されたことで、名脈を保ち今日に、繋がっている。この点も、関山と同じ経緯である。 剣道園にある原木元は、水戸藩から加賀藩に送られた桜であり、石川県金沢市の剣道園に2本の原木があり、初代は樹齢300年以上の名王。平家物語における熊谷直ザの甲冑のヒーローの脅しから連想して、明治の初めに剣道園、熊谷の名で呼ばれるようになった。なお剣道園に原木があった別種の剣道園菊桜も、 剣独園に由来する桜として有名である。大輪で淡紅色の花びらを持つ花が枝を取り巻いて、作樹形は、坂月状で、樹高は10メートル程度までに成長するあたかぎ。花弁は、大輪。一般的に5枚の一重咲き、色は濃いめの淡紅色で、咲いて間もない頃は、花弁の縁の紅色が中心部より濃い様子が目立つ。東京での夏季は4月中旬。花が咲く。 少し前から葉が生え始めて赤茶色から徐々に緑色に変化する。満開になると枝を取り巻きボタンのような形で花が咲くことからボタン桜の異名もある。気象条件により咲き揃った埼玉県熊谷市、別府沼公園の県独園熊谷と熊谷、県独園熊谷としての関東地方での植栽地の一例を挙げると、また、 茨城県結城市の公益財団法人日本への会、有機農場にも3本植栽されている。長州肥桜としての関東地方での植栽地の1、例を挙げると、新宿御苑に大きく花付きの良い個体があるほか、公益財団法人日本への会の有機農場にも、兼六園熊外名義の木と同じく3本、植栽されている。詳細は、横浜肥桜を、 参照1972年頃に白井紗が剣毒縁熊街と寒クラを交配させて作出したのが横浜ヒザクラ、である。横浜ヒザクラは花形の良い中はから大輪の花を比較的多くつけ、この点で剣毒縁熊街の特徴を一部受け継いでいる。また、剣毒縁熊街よりさらに紅色が濃く、 下向きに花がつく点はもう一方の親の寒肥桜の特徴を受け継いでいる。ありがとうございます。